上、兄貴、あれを。どうやら敵はまだ我らに気づいていない様子。はかりごと大きは勝ち、少なきは負ける。ここまではこの元就の勝ちよ。だがこれよりはかりごとの外の戦、皆の者、油断するでないぞ。前日の暴風の中、厳島に向けて船を出した毛利軍は敵に気づかれることなく上陸に成功。乗ってきた船を全て返した。かかれ！決死の核を固めた毛利軍の奇襲により、陶軍は大混乱に陥った。船だ、船を探せ。島より逃れるのだ。春方殿、いつこへ行きなさる。はかりごと少なき貴殿の負けよ。おとなしくその首差し出されるがよい。陶軍の態度は村上水軍の協力を得た毛利水軍により封じられていた。逃げられぬと悟った陶春方は厳島で自陣。この勝利により毛利家は西国の覇者への一歩を踏み出したのである。